どうもこんにちは、こんばんは、きなこと申します。ホワイトアルバム2パート127やっていきたいと思います。前回のパートは、かずさちゃんの元を訪ねたせつなちゃんがですね、二人でこう言い合いになってしまって、結局殴り合いの喧嘩につかみかかってね、殴り合いの喧嘩に発展すると。で、まあ最終的にまあお互いっていうかね、どっちも私が悪い私が悪いって言って、何回繰り返すんだこんな感じのことみたいなねことで、一旦終わったというような感じの回でした。では続き進めていきたいと思います。昨日は本当にごめんなさい。まだ痛む？あんなことしちゃったからもう二度と顔を見たくないとは思うけど、でもできればここ開けてくれないかな。昨日のこときちんと謝りたいの。それでもし仲直りできたなら改めてお仕事の話をさせてほしいなって。寝てるのかな、それともやっぱりもう会いたくないのかな。今日は無理だって言うなら日を改めます。だからせめて返事してください。眠ってるの？それとも具合でも悪いのかな。声だけでも聞かせてくれないかな。出ないね。トーマ様でしたら先ほど外出されました。おぎそ様でいらっしゃいますか？でしたらメッセージをお預かりしておりますが。おや、どこへ出かけたんだろう。焦りすぎだってねえ。普通にただ外出しただけなのかもしれないのに。どうしたんだ一体。もうやだ、驚かせないでよ。私、私てっきり風呂場で手首切ってるとでも思った？クローゼットで首吊ってるとでも思った？窓から飛び降りてるとでも思った？それはその、あの時は気が動転してて。本当に思ってたんだ。それはそうだ、どうして今日になって外に出ようって思ったの？ここに来ようって思ったの？別に刹那がうざくなっただけじゃないよ。それもあるんだ。ただそろそろこいつが恋しくなっただけだ。何しろめんどくさいやつだからな。ほんの少し口を聞かなかっただけで
ここまで扱いづらくなりやがって。カズさん、日本に来てから何回も無視したからな。かなりへそ曲げてるみたいだ。私の指からスルリと逃げてく。もしかしてコンサートやる気になった？ CD の方は絶対にやんないからな。今はそのことはいいよ。それよりもまた弾く気になってくれた？まだ迷ってる。そっか。あとたったの2週間で最高のパフォーマンスを出せると思えない。技術が戻っても心が戻る自信がない。だからって何もかもから逃げ出していいとはさすがに思えなくなった。少しは前向きになれた？私だって別にさ、人が悲しむ姿を見たいわけじゃない。どっちかっていうとすごく見たくないんだよ。うんうん。母さんも美代子さんも、あとまあ刹那も、みんなが私のこと祈るような顔で見るのがさ。一人抜いてるのはわざとだよね、春樹くん。そんな風に憂鬱な気分に浸ってたら、昨夜手紙が来てさ、柴田さんから。ああ、日本に住んでた時のヘルパーさん。追加公演のチケットありがとうって、今度こそ絶対に見に行くって。そっか、よかったねって言っていいのかな。おかしいだろ、私送った覚えなんかないんだよ。ああ。相変わらず外堀から埋めてきやがって、私の弱点ついてきやがって、やってられない。しごでき春樹くんじゃん。ほんとやってられないよね、あの卑怯者。せっかく顔出さなくなってせいせいしてたのに、どうしてあんなに空気が読めないんだよあいつ。ほんとやられちゃうよね、あの卑怯者。だからとにかく指だけでも動かしとく。もし気持ちが戻った時、体がついてこれるように。うん、やっぱり前向きになってる。嬉しいよカズさん。 CD はやらないって言ってるんだぞ。刹那の得になること何も言ってないんだぞ。ねえ、ここで聞いてていいかな、カズさんのピアノ。そうだな、途中で寝たりしないなら。やだな、そんなもったいないことするわけないじゃない。そっか。春樹くんには聞かせなかったけど、刹那ちゃんには聞かせてくれるんだね。ところで刹那、本当にその顔で会社行ったのか今日。もう聞いてよ、みんなが腫れ物扱いするんだよ。もう本当に腫れてるからしょうがないけど。バーカ。なんかいいね、こう普通のというかさ、心に障壁のないやりとりって感じ。どうなってんだよ北原、あれから1週間経つのにナイツから何の音沙汰もないじゃないか。一応担当から毎日進捗報告は受けています。まあ今のところ一曲も収録できてないみたいですけど。バカ野郎、それは進捗とは言わん。締め切りは今月中なんだぞ。あと10日あります。その10日目にはコンサートがあるだろうが。本当に東間和沙はこの仕事やるんだろうな。浜田さんの怒号に少しの間言葉を失ってしまう。その迫力に押されたわけじゃなくて、その主張の正しさにグーの音も出なくなってしまったから。だいたい最初から無理だったんだよこんな企画。どうして当初の予定通りの台割りで行かなかったんだよ。
おかげでアンサンブルの編集部は大混乱だ。そっちはちゃんと編プロとは協議を重ねてます。編集長もなんとか了解をいただけてますし。そんなの物が上がらなきゃ何の意味もないんだよ。お前約束できるのか？今月末までに必ず音源用意できるのか？やれることは全てやります。あとは東間和沙頼みです。勝手に企画ねじ込みやがって、勝手に告知しやがって。これで勝手にこけたりしたらお前が責任取るんだぞ。もちろん覚悟はできてます。クビだって言われても受け入れます。バカ野郎、お前は本当に大バカ野郎だ。けれど俺が自らの首を差し出した時、浜田さんのバカ野郎は今までよりもさらに大きな怒号となって響いた。前向きな失敗で首切るわけないだろう。そういうのは上司が全部被るもんだ。浜田さん、それは俺がバイト時代にずっと背中を見てきたあの人を思わせる力強さと頼もしさで。で、今朝風岡からまた国際電話で怒鳴られた。お前、あいつに援護射撃頼んだな。ああ、もう来ました。なんて、それも当然だ。何しろあの人の押し付けなんだから。昨夜、覚悟を決めてかけた国際電話の先の声は懐かしく、久しぶりに嬉しい2時間を過ごした。あのなあ、もう風岡はうちの編集部の人間じゃないんだから、あいつに頼ったところでな。ええ、関係ないです。ですから俺は浜田さんの指示に従いますよ。そんな前提、あの女が従うと思うか？だって関係ないんですよね。そして浜田さんの内面から力強さと頼もしさが徐々に失われていくにつれ、俺は自分の暫定勝利を悟った。その殊勝な態度は完全に見せかけだろ。お前、反省なんかちっともしてないだろ。そんなことないですよ。これからの努力とできれば成果で取り返したいと思ってます。もういい。あとナイツへのフォロー忘れんな。ありがとうございます。それじゃあ俺、打ち合わせがあるんで失礼します。浜田さんの言う通り、何の進展もないまま1週間が過ぎた。刹那からは毎日進展なしという味もそっけもないメールが届くだけ。一度だけ上総が返事してくれないのという心のこもったパニックコールがあったけど、あれは例外中の例外で。けれど俺は焦ったりしない。ひたすらに刹那の成果を待ち続ける。それが俺たちの約束だったから。その時が来るまで会わないって約束だから。たとえその時が締め切りの前夜だとしても。だから今の俺にできることは、上総以外の全ての準備を整えること。あいつの指から再び力強い旋律が流れ出した時、その音をすぐに、そして全て拾い上げるために。あー、もう浜田さんが振り回されまくってる。なんだよ、なんか言いたいことがあるなら言ってみろよ。いや別に、せっかく浜田さんのこと見直しかけたのになんて思ってませんよ。1年目の新人にいいようにあしらわれちゃってなんて考えたこともないですから。わざと負けてやってんだよ。こんなところで潰すには惜しいやつだろ。分かってますって。負け惜しみもいまいち弱々しいですねなんてセリフ頭に浮かんだりしてませんよ俺。にしても北原くんってほんとマリさんに愛されてるよね。エコひいきにも程があるってくらいに。そんな、だからいつまでたっても独身ねんだよ風岡。それ訴訟もの。アメリカの国番号は浜田さんがかわいそうになってきた。ああ、
お疲れ様。今日も遅くまで頑張ってたね。帰ればよかったのに、こんな遅くまで待ってなくても。今のところ私の仕事はカズサへの張り付きだから。広報の仕事じゃないだろそれ。今のお仕事は匿名プロジェクトだからね。東間陽子に直々に指名されたとあれば、上司だって見て見ぬふりだよ。ちそれにしても寒いよね。待ってる間に手がこんなに冷たく。冷た、勝手に人の頬に触れるの。暖かい。それじゃあ行こうか。ホテルまで送るよ。本当にもう。食欲はある？ちゃんと食べてる？まあ適当に。引いてるとよく食べること忘れるから、一日に一度くらいだけど。集中してることを喜ぶべきか、栄養不足を心配するべきか。別に心配はいらない。向こうにいる時だってこんなもんだった。あんまり褒められたものじゃないけど。でも一日一回だとしたら、その食事は特に気を使わないとね。刹那。ねえ、明日からお弁当作ってきていいかな。朝出勤前にホテルに届けに行くから。なんでだよ。ん？スタジオの方がいい？どうして毎日会いに来るんだ。私はお前の仕事を引き受けないって言ったんだぞ。それどころかお前の顔に傷までつけたんだぞ。あれはお愛子じゃない。どうして愛想をつかさない。どうして放っておこうとしないんだ。まるであいつみたいに。好きだからだよ。それこそあいつみたいに。でも憎いんだろ。ひっぱたいてやりたいくらいムカつくんだろ。その辺のところ突っ込まないでほしいな。全部が全部割り切れてるわけじゃないんだから。お前この前言ってたよな、私をひっぱたきながら。後半は別に言わなくてもいいことだと思うけど。ハルキのこと、嘘だらけの汚くて卑怯なやつだって言ってたよな。ほんとひどい人だよね、ハルキくんって。5年間もずっと二股かけ続けてさ。確かにな。その言葉だけ聞くと、確かに5年間ずっと二股かけてたんだよな。だったらどうしてお前こそあいつのことを好きなままなんだよ。え？お前が私に構うのはあいつがそうするからだろ。私を立ち直らせることがあいつに尽くすことだって思ってるんだろ。そんな、それだけであるわけないじゃない。つまりそれもあるってことだろ。春樹に尽くしてるつもりもあるんだろ。そんな細かい揚げ足取らなくても。ひどいはずの春樹のこと、そこまで愛してるんだろ。だから何なのよ。ほら、刹那こそ全然人のこと言えないじゃないか。私の気持ちを説明しろって言っておいて、自分の気持ちも説明できないじゃないか。あの時私が言いたかったのは、人を好きなことに理由なんかないって。なんであいつのことそんなに好きなんだよ刹那。何度も裏切られてどうして諦められないんだよ。こういうカズサはどうなの？5年も会えなかった人のこと、どうしてそこまで思い続けられるの？今は私が質問してるんだろ。ちゃんと答えろよ。けどカズサだってこの前の私のその質問答えてないよ。だから私の質問の方が先。私はあいつのこと好きだなんて一言も言ってない。何を今さら。私が好きなんだよねって聞いたら、悪いかよって答えたじゃない。覚えてない。嘘ばっかり。私がいつそんなこと言ったって言うんだ。何月何日何時何分何秒。言っとくけど1秒でもずれたら不正解だからな。小学生男子じゃん。それってやっぱり正解があるってことじゃ。
ブッブー、時間切れ。ほら見ろ、私がそんなこと言ってないってこれで証明された。もう小学生じゃないんだから、どうしてカズサはそんなに素直じゃないかな。お帰りなさいませ、トーマ様。ごゆっくりどうぞ。せつなに何がわかるんだ。私の何がわかるってんだよ。そのセリフ何度目、もう飽き飽き。お前が全然わかってないから同じことを繰り返すしかないんじゃないか。そんなことない、わかってるって自信満々に言うことはできないけど、少なくとも分かろうと頑張ってるよ。コンサートに努力は関係ない。観客は結果しか見ない。でもお客さんは集中して聞いてる。頑張ってピアニストに近づこうとしてくれる。居眠りしてる客を目覚めさせてこそプロだろ。認めてくれないのは相手が悪いなんて努力不足の言い訳でしかないな。だったらもっと頑張るから。カズサのこと必ず分かってみせるから。はい、時間切れ。今日はここまでだな。おやすみ、せつな。毎日毎日無駄な努力ご苦労様。それでも明日も来る、うん、たとえ今日は分かってくれなくても、全然観客の心に響かないコンサートだったとしても、私にはまだチャンスがある。追加公演を見てなさい。今度こそカズサの観客の心掴んでみせるから。ああそうかよ。そうよ。じゃあおやすみなさい。行かないの？アンコールもなしかよ。ちょっとブーイングされただけですごすご帰るのか。結局お前の覚悟なんてその程度なんだ。え？言いたいことがあるなら熱いうちに言えよ。なんでそんな簡単に諦めるんだよ。カズサ。ああ明日仕事あるもんな。会社員は大変だもんな。ごめんな、私自由業だから分からなかったよ。一度上がり込んだら朝まで帰らないに決まってるから、せっかく遠慮してたのにな。無理しなくたっていいんだぞ。明日の仕事に差し支えるだろ。夜通し怒鳴ってるかもしれないけど、それでもいいんだね。たとえどれだけ大きな音でも心に響かなかったら観客はグースか寝るぞ。寝かさない、あなたのこと。やれるもんならやってみな。なんか心の距離が近づいてきたな。ごめん、昨日も死んて。昨日？いつもより数時間遅い刹那からの定例メールからは、昨日の成果が未だ芳しくないことと今とても焦っていることが伝わってきた。多分昨日も進展なしって打ちたかったんだろうな。はぁ。
スタジオ入り昼からにしよう。朝まで語り合ってたのかな。さっきはごめんなさい。連絡遅れてごめんなさい。出社してから今までずっと会議でした。それと朝は意味不明のメールを送っちゃってごめんなさい。あの時言おうとしていたのはごめん、昨日も進展なしでした。それとそんな間違いメールでさえ半日遅れちゃってごめんなさい。ちょっと昨晩はいろいろあって忙しかったの。昨晩はねすごく忙しかったの。寝る暇もないくらいたくさんのことがあったんだよ。あのね、春樹くん、もしかしたらもうすぐ。今は言わないでおく。だってまだ私は何も成し得ていないんだから。今夜もメール遅くなるかもしれませんけれど、それは決して悪いことじゃないから、信じて待ってってください。それじゃ。カズサの元に通うようになってから、セツナは再び俺から連絡をすることを禁止した。そして自分からも極端にビジネスライクに簡潔に毎日の進捗報告だけを淡々と報告するにとどめていた。カズサを救うまで、決着をつけるまで、男女どころか友達の会話さえしないでおこうって、そういう意味を込めた約束だったけれど、今日のメールのテンションは。おい北原、何ぼっとしてんだよ。俺の指示しといた仕事をまさか手つけてないなんて言い出したら。大丈夫です、もう8割は終わりました。明日の朝までには何としてもあげますから。そんな程度で威張ってんじゃない。大体アンサンブル増刊の方はどうなってんだよ。お前もしかして現実逃避でこっちの仕事ばっかり。そっちも今週中には入稿終わります。最終チェックに丸々1週間取れます。そうだ、今週中には絶対に終わらせる。だってもしかしたらもうすぐ。バカ野郎、いくら本の方が終わったからって CD が全然音沙汰ないじゃないか。あれから一体どうなってんだよ。すいません、そっちも並行して対応しときます。どうやら刹那のメールのテンションは俺のリアルのテンションにまで影響を及ぼしてるらしかった。アホタレ、そんなに一気に仕事詰めて倒れたらどうすんだ。自分の体を守るのも編集の仕事だろうが。すいません、本当すいません。コンサートまで、そして締め切りまであと1週間。ラストスパートの時はもう目の前に迫っているのかもしれない。何大声出してんだよ、鬱陶しい。すいません、以後気をつけます。言いがかりもいいとこ。まあ浜田さんの気持ちもわからないでもないけど、やっぱ今のうちに積んどくべき目だよね。しまってあったよね。あれじゃわかんないわよ。ほんと親子もいいとこ。あった、よし、これで手荷物は全部かな。ってそれ全部持ってくの、姉ちゃん一人で。大丈夫だよ、タクシー呼んであるから。それに出張先そんなに遠くないし。それでいつ帰ってこれるの。だからさっきから言ってるじゃない、問題が解決するまでだって。それもどうなのかしら、そんないつ終わるかわからない出張なんて。姉ちゃんレコード会社の広報なんだぜ、何日も帰らないことなんかザラだって。けれど1年目の女の子なのよ、もう少しなんていうか会社も考えてくれても。ごめんお母さん、でも今度の出張は私からお願いしたの。これは私がやらなきゃならない仕事なの。刹那、そんな大事な仕事なんだ。うん、とっても大事。3人の未来がかかった一大プロジェクトなの。あ、タクシー来た。
それじゃあ悪いけど、しばらく留守にします。お父さんには後から電話するって伝えといて。気をつけるのよ。お腹壊したりしないようにね。うん、気をつける。それじゃあ、行ってきまーす。妙にテンション高いな。そんなに出張が嬉しいのかな。ついこの前大阪に行ってきたばかりでも。ところでさ、未来がかかった三人って誰？高弘くん久しぶりに。で、これは何の真似だ？今日からお世話になろうかなって。いろいろと言い争うこともたくさんあるし。その手に持ってるのは？着替えに洗面用具にその他、女の子のお泊まりに必要なもの一式って感じ。いや、スーツケースの方じゃなくて左手に抱えてる。ああ、これ、電熱器。フロントに聞いたらガス使えないって。当たり前だ、ここはホテルの客室だぞ。それにお鍋とフライパン、あと来る途中に食材も買ってきたの。お肉とお魚とお野菜たっぷり。何の真似だ。昨日の喧嘩のお詫び、今日は私がご馳走するね。ほら、ワインも。それじゃあ、お邪魔します。入り込んでるやん。同じ部屋に泊まるのかな。春樹くんはね、ずっとずっとカズサのことが好きなままだよ。5年間変わらずカズサを一番愛してるんだよ。そんなの信じられるか。だって今あいつが見てる女は私じゃない。彼の気持ちを分かっていながら、それでもしつこく言い寄ってきた女の子がいたからね。優しい春樹くんはそんな痛い子を見捨てられなくて、とうとう根負けして受け入れてしまったんだよ。そういう卑屈なことばかり言うのはかえって腹が立つ。あいつは5年前から刹那のことが好きだったよ。ずっとあいつを見てた私だからわかるんだよ。それでも彼の中の一番はずっと変わらなかった。途中からだけど、ずっと彼を見てる私ならわかる。初めて好きになった相手で、世界一愛した女の子で、そんな子を追い抜けるわけなんかなかった。どれだけ頑張っても肩を並べるのが精一杯。でも刹那は努力した。私のしなかった努力をさ。カズさん、だからあいつが世界一愛してる女になった。元からいい女だったくせに手に負えないくらいすごい女になった。そんなこと。お前の勝ちだよ。もう勝負はついてる。わざわざ私に負けを認めさせなくてもいいだろう。だから私はそういうつもりで。私のこと好きだから構うなんて、そんな風に自分にまで嘘をつくなよ。そういう卑屈なことばかり言わないでよ。かえって怒れてきちゃうよ。私はお前には、お前にだけは許してもらう資格はないんだ。わかるだろう、そんなこと。でも、でも私、カズサに対して無関心じゃいられない。好きとものすごく近いところにいるんだよ。刹那、諦めないよ私。諦めないから。嫌いだ、春樹なんか。そう、あいつが私のことをどう思っていようが、私はあいつのことなんか大嫌いだ。
彼のどういうところが嫌い？真面目に決めたことは全部正しいって、そんな間違った思い込みをしてるところだよ。本気の人間が全て正しいって、自分は思い悩んだからその決断は正しいって、変な固定観念に凝り固まってるところだよ。ハルキ君は間違ってるっていうの？あんなに思い悩んで一生懸命な彼が？あいつの言ってることは全部間違いだ。だってあいつは人としてのセンスがないから。センスってそんなことで？どれだけ真面目に考えても適当に決めても、才能の段階であいつが正しいことなんてないんだよ。ひどいな、センスがないって。刹那にはわからないだろうな。ううん、日本人にはわかりにくいのかも。天才なら芸術家ならわかるっていうの？カズサみたいにな。嫌いだろ私のこと。お前たちには合わないだろ。そうだね、彼は間違ってるかもしれない。嘘つきの上に愚かでどうしようもない人なのかもしれない。せつなちゃんがベロベロになってる。最初からそう言ってるじゃないか。あんな奴を愛してるなんて、刹那のセンスも大したことないな。でも彼が間違いを犯すのは彼にセンスがないからじゃない。ただ最初から公平じゃないんだよ。はあ？すごく真面目に考えて思い悩んで正しい結論にたどり着いた上で自信満々に逆の選択をしてるだけだよ。なんだそれ。だから間違ってるように見える。ううん、明らかに間違えてる。意味わかんない。なんでそんなことするんだ。相手を思いやる心にあまりに引きずられるから。カズサのことばかり贔屓するから。そういうとこ正直嫌だって思うこともある。ほんとひどいよね、ハルキ君。なんかハルキ君ってめちゃくちゃ理論的であり、まあ、そのなんていうのかな、理論的なところがめちゃくちゃベースにありつつもめっちゃ感情的に引っ張られる時ありますよね。まあそういうのが人間なのかもしれないけど。私のせいでハルキが間違えてるって？道を踏み外してるっていうのかよ。一週間前彼が私に何て言ったか知ってる？そんなの嘘だ。だってあいつは私を、いつもはみんながそう思うんだよ。5年前私だって思わなかったわけじゃない。せつな、今カズサがそう思うのは初めて自分が拒絶されたからだよ。今回だけ選ばれなかったからだよ。やめろ。いつもいつもカズサを抱きしめてたハルキ君がいきなりカズサを突き放したから、だから根に持ってるだけだよ。やめろって言ってるだろ。嫌いな相手に拒絶されただけなのにどうしてそんなにショックを受けるのかな。私をこれ以上打ちのめすな。勝者が敗者を責めるなんて卑怯だろ。彼がどれだけカズサを第一に、それこそ憎たらしいくらいあなた優先で決断してるか何も分かってないくせに。
分かってたまるか。そんなこと信じられるか。カズサには分からないだろうね。ううん、日本人でないと分かりにくいのかも。あ、お前嫌いでしょ私のこと。ちゃんとやり返してる。ああ、嫌いだね。そうやって大人げない仕返ししてくるところが。今のが仕返しだってわかるんだ。やっぱりカズサって私と同じだね。センスのない日本人が大好きなんだね。ピアノやめようかな。そんな、どうしてそういうこと言うかな。もう聞かせたい相手がいないんだよ。みんな私の前からいなくなっちゃった。今まではピアノを弾けば幸せになれた。ウィーンにいれば私は5年前から先に進む必要がなかった。カズさん。けれど日本に来て、5年後の世界に来て、幸せな空想が現実に壊された。目指してた人が私の先にいなくなった。ずっと支えてくれていた人が消えてしまった。陽子さんはいなくなったりしないよ。あなたのために一生懸命生き続けるよ。人の心は移ろうものなんだって。あって思いを重ねない限り色褪せてしまうものなんだって思い知った。色褪せてなんか。彼の気持ちは悔しいくらい何も変わってないよ。でも現実には私の望みは何一つ叶わない。分かってたことだけど永遠に知りたくなかった。私の小さな世界はもうすぐ消える。そしたら次は世界の創造主が消えるだけ。そんなことない。もういい。もういいんだ。おやすみ。刹那。ごめんな、こんな話して。夜が明けたら、もう少しだけ前向きになるから。カズさん。カズさん。もう、寝るよ。ありがとう、刹那。今夜も。そばにいてくれて。カズさん。孤独な振りをしてるの。なぜだろう。気になる。時間切れね。わあ、どうなるんだこっから。めちゃくちゃこう話がこう盛り上がってきたというか、なんていうのかな、刹那ちゃんとしっかりぶつかって、こう今までの
こうなんていうのかな、心の中でやっぱり抱えてきたものをずっとモヤモヤしたままいたわけで、なんかそれがスッとしていくと同時に、なんかただ時間はでも過ぎていってしまうということで、 CD そして追加公演間に合うんでしょうか。今日はこの辺で終わっておこうと思います。見てくれた方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等いただけると嬉しく思います。ではまた次回のパートでお会いしましょう。バイバーイ。